ノーザンロックは、イギリスのイングランド北部ニューカッスルアポンタイン近くのリージェントセンターに本拠を持つ銀行である。かつては、ノーザンロック住宅金融組合と呼ばれており、1997年に、その組合が、貯蓄口座や住宅ローンを持っていた人に株を分配し、ロンドン証券取引所に上場した時に銀行となった。ノーザンロックは弱小銀行として上場しそのうち、 もっと大きな銀行に買収されると見られていたが、そのまま存続し、2000年には、フッチー百種総合株価指数を構成する株に選ばれた。2007年、この銀行は、サブプライムローン問題に橋を発する信用市場の問題から、イングランド銀行の特別融資を受けた。2011年11月、リチャード・ブランソン率いるバージングループ参加の バージンマネーによる買収が決定した。ノーザンロック住宅金融組合は1965年にノーザンカウンティ高級住宅金融組合とロック住宅金融組合の合併により成立した。多くのイギリスの住宅金融組合と同様、事業拡大のためノーザンロックは非共同組合化し、株式を上場する道を選んだ。この時、反対意見として、 組合の資産は利益を受ける、当時の加入者だけでなく、過去の加入者によって形成されたので、非共同組合化は作られた時に貢献しようとした共同体への裏切りであるというものがあった。ノーザンロックは、このような懸念に対し、ノーザンロック財団を設立することで対処することを選んだ。ノーザンロックの新しい社長として、マゼンタの正方形に、 社名の入ったものを導入し、NR をブロックのように並べた、従来のロゴを置き換えた。ノーザンロックは、貸出料の点からイギリスで5本の指に入る、住宅金融業者である。住宅ローンの他に、貯蓄口座や、ローン、保険も扱っている。現在住宅ローンを払っている、既存の客に対して、U ターンポローンも進めている。 無担保ローン事業はリーズのベンチュラ社によって管理及び裏書きがなされている。家及び家財の保険はその住宅ローンと証券部門を買い取ったリーガルジェネラルが扱っているにもかかわらず悪さによって扱われている。債務保証はロンドンのカーディフ・ピナクル社で扱うことがある。2006年リーマンブラザーズとの取引によってサブプライムローンに参入した。 住宅ローン商品は、ノーザンロックのブランドで売られるが、そのリスクは、リーマンブラザーズによって裏書きされる。ノーザンロックは、地元のサッカークラブ入荷するユナイテッド FC、ラグビーユニオンチームの入荷するファルコンズ、デュラハムと、ミドルセックスのクリケットクラブ、プロゴルフ選手ポール・イールス、そして自転車競技会、ノーザンロックサイクロンの公式スポンサーになっている。 ニューカッスル・ユナイテッドのスポンサー契約は、イングランドのサッカークラブの中でも条件の良いものであり、2003年から2010年までの契約になっている。そのため、ニューカッスル・ユナイテッドのライバルである、サンダーランド AFC のサポーターたちの間で、ノーザンロックに対するボイコット運動が起きた。早朝から、ノーザンロック銀行の前に列を作る人々に2007年9月、 サブプライムローン問題により資金繰りが悪化。イングランド銀行に支援を要請したことから信用不安が広がり、預金払い戻しなどを求める客が店頭やインターネット口座に殺到した。数日で預金残高の8%に当たる20億ポンドが引き出された。英金融当局は預金の安全性に問題はないと緊急声明を出し沈静化を図る。 救済策として買収が検討されバージングループ等が名乗りを上げていたが2008年2月イギリス政府は一時国有化を行うことを決定したその後新旧分離を行い2009年12月31日にバッドバンクであるノーザンロック資産管理会社となり翌日銀行業務を新たに作られたノーザンロックに事業譲とした 2010年に3月に同様に破綻し、銀行業務をサンタンレール銀行に分割上とした残りのブラッドフォードビングレートノーザンロック、資産管理会社を統合した会社を設立するという発表を、現在の親会社であるイギリスの公社有形、フィナンシャルインベストメンツが言った。ありがとうございます。